おはようございます。今ですね、このマルチを張って種をまいて、その上から土をかぶせてて、梅雨前の家庭菜園をね、終えたところなんですけど、まあ、これから宮崎も梅雨に入るっていうことで、その前に、夏に向けて種まきをしました。で、これはバジルですね。バジルをこのポットに、まあ、後で少し、撮影するんですけど、撮影したやつをアップしていきます。で、これが唐辛子、鷹の爪ですね。で、植えた後に新聞紙をかぶせて、まあ、保湿します。はい。で、それから、サラダ大根。そしてプランターでも説明した20日大根ですね。まあ、こういったのはね、今からでも、巻くことができるんで、家庭菜園する人とかにおすすめですね。で、これサラダカブ。で、葉大根ですね。で、巻き方は至って簡単で、ここに3、4粒植えていくんですよ、こうやって。で、あとはね、指でここで押さえて、その上に軽く土をかぶせるのがおすすめなんですけど、まあ、なぜかというと、ね、若干土がかぶってるんですけど、雨とか降るとですね、水が入って種が流れたりするんですよね。あとは風とかの防止にもなるし、それから鳥とかがね、種をつついていくんで、そういったのを防げるし、それと、あと草。草がね、やっぱりどんどん生えてくるので、もうこっちとかすごいです。はい。まあ、草防止にもなるので、とりあえず少し、植えたやつを乗せていきます。梅雨前の家庭菜園ですね。今手作業でマルチ張りをしてます。種がね、なんか他のよりちっちゃいです。それも4粒ぐらい巻いていってます。ほら、ちっちゃい。これがサラダカブ。そして唐辛子の種がこちらですね。で、こっちがバジルの種。ちっちゃいな。はい。で、バジルはこっちのちっちゃいポットで、で、唐辛子の方はこっちの大きなポットに植えていきます。どこまで植えたっけな。ここか。はい。
で唐辛子の方も。唐辛子の方はですね、土を湿らせて、その上から新聞紙を、かぶせた方がいいみたいですね。なんか湿らせた方がいいみたいです。とりあえずこれでまた芽が出るまで待ちたいと思います。ということでね、また。それじゃ、バイバーイ。